アルフレド・アロンソ・ジェンキンスはアメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビル出身のアメリカンフットボール選手 NFL の2チームでプレーしたポジションはワイドレシーバーイリノイ大学で2008年から2010年までの3シーズンでレシーブで1156ヤードリターンで694ヤードを稼いだ2009年試合中サイドラインでステーショナリーバイクに乗って アンスポーツマンライクコンダクトの反則を取られた。2011年10月1日、ノースウェスタン大学戦で12回のキャッチで268ヤードを獲得、3TD の活躍を見せた。レシーブでの268ヤード獲得は、大学記録であり、ビッグ転換ンンファレンス史上でも歴代4位の記録であった。この年90レシーブで1276ヤード、 8td を上げて、カンファレンスのファーストチームに選ばれた。NFL スカウトコンバインでは、40ヤード走で4秒39を出した。2012年の NFL ドラフト一巡全体30位で、サンフランシスコーナイナーズに指名された。セントルイスラムズが二巡全体33位で彼を、指名する、可能性があることから、ナイナーズが一巡で指名したと考えられたが、この指名には、 疑問の声が上がった。6月12日、13日のミニキャンプでは制裁を書いた。6月20日、4年契約を結んだ。カイル・ウィリアムズ、マリオ・マニンガムが負傷しシーズン絶望となった後の終盤3試合にのみ、出場、わずか37回のスナップでのみ、プレーパスターゲットとなることわずか1回で、レシーブできず、レシーブ0回でシーズンを終えた。 2013年8月19日、2011年のドラフト一巡でカンザスシティチーフスに入団した W.R. ジョン・ボールドウィンとトレードされ、前年までナイナーズに所属したアレックス・スミスと再びチームメイトとなった。9月19日のフィラデルフィア・イーグルス戦で初キャッチを挙げた。これは彼がドラフトされてから511日目のことであった。 チーフスでは2シーズンで17回のレシーブにとどまり、2015年2月17日に解雇された。5月26日にダラスカウボーイズと契約したが、シーズン開幕直前の9月5日に解雇された。ありがとうございます。